竹内平太郎から1933年12月21日は、島根県松江出身の海軍軍人。最終異界君党は、海軍少将、14位、君三党校三級禁止君賞、君三党局日中受賞。竹内家初代は、松江城天守の修復や、北家州大友寺の八角堂や道具を作った、竹内雄兵衛で、松江松平藩の初代藩主。 松平直政の大工頭であった、名校、竹内雄兵衛の十代目の子孫。長男、竹内和信は、帝国陸軍航空総軍第53航空師団、第7航空通信連隊連隊長。1900年に、首席駐在部官として、中仏公使官に着任した、竹内大佐の主要な任務は、露仏同盟により、ロシアと、 軍事的な関係を強化していたフランスにおいて、ロシアの軍事情報を収集することであったとされている。1903年12月22日、海軍次官、斉藤実ノル中将は、パリ駐在の竹内大佐に対し、日露戦争に備えて、アルゼンチン軍が発注していた、ジュゼッペ・ガリバルディ級装甲巡洋艦2隻を、イタリアジェノバ港でその性能を確認し、 日本への開港に必要な事項の調査を行う、洋国費訓令を発出した。その時の国費伝の内容は、以下の通り、在パリ竹内大佐、海軍次官帰還花密に勝つつ、即に異国に、吹き、アンサルドを会社にて製造中の、アルゼンチン国軍艦2隻の現状を視察しと国にの、初見に、周期詳細伝とアルベシ。1、 戦隊機関及び軍装の現状。1、機関及び大砲公務の成績。1、本邦に開港するにいかんなる程度の準備を要するか。その後、日本が両艦を購入し、在ドイツ公使館駐在部官であった鈴木勘太郎中佐と共に日本に搬送することになった。この時の航路は、地中海アフリカ大陸インド洋経由の大回り航路と、 地中海スエズ運河航海インド洋経由のショートカット航路があり、バルト海に常駐するロシア海軍バルチック艦隊が日本海に到達するよりも1日でも早く、日清とカスガを日本に搬送するためには、地中海スエズ運河航海インド洋航路経由が絶対条件であった。しかし、時はすでに海戦に向けて日露関係が刻々と悪化しており、 国会に常駐するロシア海軍国会艦隊が日清とカスガの通過を妨害することは容易に想定できた。そのため、日本は同盟国イギリスに援護を依頼し、現地の雇い水兵を集めた上で、1904年1月7日、日清とカスガはイタリアジェノバコを出港し、その後、ロシア国会艦隊の前を通過することに成功。 同年2月4日にはシンガポールを出港し、同月16日横須賀港に到着した。4日の午前会議で対路改戦が決定され、2月6日日露国交は断絶した。竹内と鈴木貫太郎はこの時の功績で明治天皇に越見する。竹内平太郎が中仏公使官付主席駐在部官としてパリに赴任していた時期。 東京工事町のルスタクに、竹内香織という人物から遺問袋が定期的に届けられていた。1910年春、竹内平太郎がクレチンジュ塾庁舎で勤務中、感謝に竹内香織を名乗る、目鼻立ちが整った美しい女性が訪れ、竹内平太郎に面会を求めた。妻の縫い子は竹内香織とは初対面であったが、 十数年前より門袋を送付されていた差出人の人物であり、同性の親近感から疑いもせずに、感謝洋館の応接間に竹内薫を通してしまった。お茶の用意をするため、縫い子はその女性一人を残して和館に戻り、十分ほどして洋館の応接間に茶菓子を運び入れた時には、すでに竹内薫は消え去っていた。その後、二十分ほどして、 竹内平太郎が感謝に戻った時に応接官の隣にある書斎を確認したところ、机の引き出しにあった重要機密書類が持ち出されていることが判明した。即座に、呉憲兵隊に連絡し、呉市内に非常線が張られたものの、竹内薫を発見することはできなかった。中仏公使館主席駐在武官時代より、竹内はロシアを中心とした。 列強諸国の軍事情報などの情報収集や、情報活動を続けており、特にロモトムからは常に、マーク、尾行されていたとされている。このロモトム事件の責任を痛感した、竹内平太郎は、クレチンジュフの加藤智三郎司令長官に、辞職願いを提出し、軍令部出資、大名となり、翌1911年1月に、予備役を命ぜられ、 49歳で海軍から辞職することになった。その後、竹内少将は長年の軍港に対し14位に除せられた。平太郎が辞職したこの事件については、旧海軍関係の公的資料にはほとんど記されていない。著者の母、前田信が縫い子から事件当時の様子を詳しく娘に語ったことにより、平太郎の外孫である筆者が初めて、 期間参院第17号に公開した秘話である。和田義美育、竹内雄平絵と、竹内右表絵書き留めについて、松江半後大工の研究その七日本建築学会学術講演概要集、2001年、AB、期間参院17号、海軍少将、竹内平太郎、堀越陽子、竹内雄平絵、平太郎、そして母のことマイナスこと、松江に生きた。 竹内屋、水見と松江ボリューム06松江市文化協会、2003年、富山美佐を森松斗夫編著、帝国軍編成相乱不要処防出版、1993年、海軍兵学校演隔、日本海海戦から100年2ページ。漢方第1914号、大正7年12月19日。漢方第709号。 除任1885年11月10日。漢方第1970号、呪人及び、事例1890年1月25日。漢方第2541号、呪人及び、事例1891年12月17日。漢方第4402号、呪人及び、事例1898年3月9日。 官報第3838 38号、付録、事例1896年4月18日。官報7005号、付録、除任及び、事例1906年11月2日。機関参院17号、海軍少将、竹内平太郎19ページ。日本海海戦から100年に4ページ。機関参院17号、海軍少将、竹内平太郎19ページ。 半藤和俊、氏、聖壇昭和天皇と、鈴木勘太郎 PHP 文庫、2006年、ピアニッシモ60から62、道場 AB、機関三院17号、海軍少将、竹内平太郎40から41ページ。ありがとうございます。